人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って俺の毒の元となる花だ。モコが摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるかい？浅はかだったことは事実だ。真似されるとは思わなかったろう。資料を重ねれば大勢を危うくせずに済んだ。ハンを殺さなきゃ。すぐ攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。
Ой, өдөө гэгч харна! Нэг хэсэн хүн өөр байна уу мэдээ дээр? Ямар нэг юм харбоо? Яг чи хад гэгтэй бүгөмч та.樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。海を見ろ。ないでおる。嵐の前の静けさ。こちらの利になるやもな。こっちだ。良い案が出ると良いが、あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。あの辺りに兵はおらんな。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あそこに騎兵を置ける。猛虎を丘に誘い込む。騎兵に囲まれてしまうだけか。鳥が弧を描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上学で司祭を決めよう。